フィンランド中央党はフィンランドの政党。フィンランド社会民主党、国民連合党と並ぶフィンランド三大政党の一つである。この場合の中央党は中道の意味である。自由主義インターナショナルに加盟している。フィンランド中央党のストール1906年、前身組織が形成され、1908年に農民党として結成された。 結成の中心となったのはサンテリアルキオである。それ以来、農村地帯と地方省都市が中央島の最大基盤となっている。一方では南部の都市域への浸透も図っている。中央島への透明変更も地方から中央への支持浸透を目的とした面もあった。1956年から1982年まで。 大統領を務めたウルホ・結ケッコネンという卓越した指導者を得て、フィンランド最大の政党として発展してきた。中央党は、中道、リベラルを標榜しており、多数の国際リベラル政党組織に加盟しているが、旧農民党出身者を中心に、保守主義的な傾向も見られる。しかし、連立政権のパートナーとして、社会民主党を選択することが多く、 フィンランドの福祉国家建設の中心的役割を果たしてきた。2003年には当時党首を務めていたアンネリー・アーテンマキが女性としてはフィンランド史上初の首相に就任した。2019年4月14日の総選挙では31議席と18議席を失い第4党に交代した。ありがとうございます。